うっす。お疲れ様です。多分この動画見た人は多分初めて見るんであれですけど、はい、僕あの会社クビになったんですよ。解雇されたんですよ。どうしたんですか？目の上の部分ですね。目の上？はい。やっちまった、また。喧嘩したんですか？喧嘩じゃない。一方的に殴られただけ。一方的に？一方的なんですか？いや、やらかしちゃってた、土曜日。何をしたっていうと、カビに穴が開いちゃった。あ、暴れたってことですか？まあ、そんな感じかな。まあ、暴れとるって言ってもまあ文句言ったりとか、はい、言い合いとかだけど、はい、結構暴れとるんだよね。12時か1時ぐらいに電話かって言って、そのママから寺道君が暴れとるって言ってシャシャって電話かって言って、はい、まあまあ相手も悪いとかなんとかぐちぐち言っとったもんで、はい、まあ俺も酔っ払っとったし、ジョニーで左ワンパンになった、はい、まあ手が出したら関係ない。結構だってポコってなってましたもんね。まあでもそんなに言って殴ってないよ。まあ次の日連絡入れて、はい、ね、まあ、すいませんでした。でまあ日曜日、珍しく日曜日会ってさ、でまあそこで話して、はい、あの戦力外通告された。二軍落ちってことですか？いや二軍落ちじゃない、もう除外された。マジですか？除外、除外。マジですか？まあ年内はね、年内はそのこっちで足場やって、はい、来年はもうクビ。マジですか？来年独立。解雇されて、でやっぱまあ引き継ぎとかいろいろあるじゃん。はい。で引き継ぎとかいろいろあるから、まあそんなすぐのすぐにさ、まあ辞めろってわけじゃないからさ。はい。で一応まあそれいろいろみんなと話し合って引き継いだ結果、まあ一応1月15日からまあ独立するってなって、はい。でまあ一応従業員も、うん、何人かね。あ、マジですか？雇って。何人ぐらいいるんですか今？一応一人だね、とりあえず。二人ですか？一人。オラワシ1人従業員従業員兼親方みたいな、うん、でまあ一応1人でまあやっていこうかなと思ってまして、でまあ結構ね、まあいろいろまあおかげさまで YouTube が結構再生回数伸びてるじゃん、あれ。まあ結構いろんな先輩とかがに知れ渡って、だって今日だけで3件ぐらい電話かかってくるんじゃん。ああ、そうだ。3件ぐらい電話かかってきて、はい、なんかもうそのじゃあうちに来んかなとか。あ、はい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 、結構なんか声かけてもらえるんで、まあいろいろまあまあそういうまあ声かけてもらった人もいるし、はい、まあもともとの先輩でね、まあその1月15日から行くところもあるんで、はい、まあちょこちょこ仕事はね、うん、一応まあ応援ですけど、まあ一からまあそういうね、まあ応援って最近やっぱり僕もね、その執行役員になってね仮設事業部ね、統括になってね、ちょっと調子こいてた分があるんで、で現場も出ずに瞬殺に消えたの執行役になって1ヶ月調子こいたな。そうですね、動画にしようって言ってましたもんね、その役になったの。ちょうどさ、役になってさ、はい、1ヶ月ぐらいじゃね。そうですね、1ヶ月後ぐらいにもう解雇ってなってるやつ見とる人からしたらさ、え、なんでみたいな感じになるやん。でもまあ1ヶ月でね、まあ解雇となって、まあ今後なんですけど、はい、まあ一応多分皆さん結構多分勘違いされてるんかな。まあ結構ミッチが出なくなると寂しいとかで書かれてるんですけど、はい、まあ確かに塗り替え道場の仕事にはね、行くか行かんかちょっと分からんんですけどね、そこら辺は。まあリュウジ君が応援でほしいって言えば僕も行くっすし、まあ別にいらんだったら別にね、他のところでずっと転々としてるんで、うん、ただまあ YouTube は出ますね、はい、俺の近況報告だね、はい、そうそうそう、ね、僕が今こうどうなっとるとか。そうだ、まあそうだね、近況で言ったら俺はそんなとこかな、今1月15日から。でまあ一応まあゆくゆくはやっぱね、何人かやっぱ使って南施工サービスを、はい、まあ北施工サービスにするぐらいの勢いで俺やっていきたいかなと思ってる、普通に。今後まあまあ僕の今お付き合いしてるお客さんとか、まあ見積もり関係、まあそういう請求書関係はまあリュウジ君にまあ引き継いでもらおうと思って、まあ今日もだってずっと回っとるんですよね、朝からお客さんのところ回って挨拶しに行ってるんで、まあこれからはリュウジ君がそういうことやっていくと思いますんで。まあパッと聞いたじゃないですか、うん、そのリュウジ君は、ミッチー君が解雇っていうのを、うん、まあそれを聞いてリュウジ君はどう思ったのかなっていう。ああ、やめ、あれ、戸籍やめるってなった時点で、はい、どうなるのかな。まあやめるって言われて、まあ一瞬思ったのは、はい、まあ大変だよ、今までね、見積もり屋だったら、いろいろ今やってきとる人間が抜けるから、はい、俺らってそういうの一回も別にやったことないしさ、はい、だからいきなりパンって抜けられると、その後釜、誰がやるのってまずなるよね、まあ、
未知数なんで、いきなり、うん、なんかそうだよな、どこまでやれるかわかんないですけど、もちろん、うんうん、でもやっぱりなるようにしかならんすもんね、やっぱり、うん、まあ、でも一個変わるのは、テレビで抜けて、なんかでもちょっと変わるんじゃないかなと思うんですからね、俺良くなると思うよ、それも厳しい方少しあります、もちろん、うん。まあでも、ね、やるしかないですね。そこでできませんって言ってたって何も先進まないし、はい、まあそうやね、まあ一回やってみてだよね、ほんと何事も挑戦って言うじゃないですか。ただ今はできると思うけどね、逆にそのチームがさ、僕がおるときってじゃあ逆に何やってたってさ、僕も現場でながら見積もりも打ち合わせも全部やってたわけじゃないですか。でもそうなるとやっぱ12時とかさ、帰りがね、夜中の1時とかもうザラだったもんね、うん、だけどそれって僕は楽しかったからできるわけじゃん、それがね、その数字が大好きなわけじゃないですか。そこで、ね、別に僕はもともとだってね、職人でありたいっていうリュウジ君、例えばショウ、カンタ、トシ君とかさ、うん、俺人間に対してあんまりだ負荷をかけさせすぎたらまあ潰れちゃうのかなって思うから、今はみんなで分け取るじゃないですか、うん、でみんなでこれやってこうぜ、みんなでこれやってこうぜって、で俺が辞めていくからってみんなで力を合わせて、みんなで今こうやってあの新しい壁乗り越えてこうぜってやってるんで、俺全然できると思うけどね、逆に。まあただ一回もやったことないことだから不安なだけであって、その辞める判断に対しては何もなんか反対とかなかったんですか。まず、あ、結局はまずだって社長が言ったことだから解雇っていうのはね、はい、俺らはそれしか聞いてないからもちろん、はい、辞めるに関してはじゃあちょっと辞めてくださいよっていう感じや最初は、はいはいはい、抜けたら俺らも偉いからさもちろん、はい、ああ辞めるなら辞めてくださいよっつって、だけどやっぱなんかこいつのね社長の思っとることとかこいつが思っとることとか話聞けば、はい、ああって納得するよね、うん、納得するしかないっていうかさ、なんかそこで無理やり引き止めてもね、はい、なんか違うかなって思うし、そうそう、まあ、反僕も多分あったっすよね、自分の心の中ではさ、社長に解雇って言われて、まあすごい、まあ、30分ぐらい話したんだけどその次の日ね、うん、でまあ独立した方がいいんじゃないかみたいな、うん、独立しようよって言われて、はい、わかりましたっつって、もう2つ返事だったからね、その時は。で、それって何言ったら、やっぱり、あ、自分がちょっと一回挑戦してみたい、うん、独立も。やっぱこのままね、おったら、見えないわけじゃん、逆に。いや、独立したものがやっぱ新しいことをやるから、その楽しみがある。だからまあ、自分の中で多分やりたいってところはあったと思うから、多分僕も2つ返事で、行ったんちゃうんかなと思うよね、うん、その時に。だからまあ言ったんじゃないですか、じゃあお前どうなのってみんなに聞かれた時に、俺もだって会議やった時にみんなに聞かれたわけよ、みっちーくんねえ、寺道ちゃん、お前はどう思っとんのって言って、お前がもう辞めたいってなったら辞めるしかないし、残りたいってなったら俺ら残ってほしいしっていうのが、独立しますって言ったあ、そうなんですか。そうそうそう、逆にいい刺激になりますよね、逆に言ったら、仕事がなんもないから、じゃあ塗り替え道場に応援行こうじゃないじゃないですか、うん、今なんて。それ作ってくるのがやっぱ外に出る仕事だし、でどうしてもだよ、本当に何かあった時は僕も電話してもらうし、どうしても助けてほしいんだわとかさ、はいはいはい、どうしても何かやってほしいんだわ、どうしてもこの見積もり作ってほしいんだわって、まあ、見積もりとか1月15日に辞めるって言っても、まあ残りながら一応引き継ぎはずっとやってくれ、はい、ずっとその、まあ、見積もり作ったりとか、まあなんていうの、打ち合わせ、まあこういうふうにこう打ち合わせしてあるもんで、やっぱりまあ決まっとる現場でも来年でも2月でも3月とかの現場でもあるからさ、はい、うん、そこはやっぱもうお互いみんな2人ともね連絡取れるようにして、はい、これやっとこうかなと思ってて、今後の目標、引き継いだものをねまとめちゃんと引き継いでできるようになってからだね、あ、まあまず第一が、まず第一が、はいはいはい、まあ、みんなもいるしね、今一緒にいる従業員もね、はい、これからはまあ絶対大変だけど、うん、まあ、とりあえずその落ち着くっていうか、もう 波に乗れる位置まで持ってかないと多分、ああ、そうそう、デルコンチもそうだ、俺の目標はね、まあ、やっぱりそのね、足場今って、だって俺らってさ、足場しかやってないわけじゃん、はい、で、いろいろね、前だったらまあ仕事がない時、鍛冶屋行ったりとか、はい、まあ、周りとか見てもなんか大工行ったりとか、はい、ね、まあいろいろあるわけじゃないですか、だからその従業員をまあね、10人、まあ何人でもいいんだけど、5人でも10人でも、はい、ね、2人でも3人でも、はい、まあ、その子たちと一緒に足場やるって決めた以上、はい、まあ、足場の仕事だけは絶対にやっていきたいかな、まあ、他にプレーズにね、はいはい、その設備関係のなんかやったりとか、はい、例えばじゃあ電気屋さんの手元行ったりとか、はい、そういうのをプレーズに、足場だったら足場で、まあ、この1年、とりあえずは1年間その足場の仕事だけを、まあ、一生懸命やっていきたいよね、はい、他にプレーズに。ちなみに会社名決まったから、なんですか、
MT 工業。MT 工業ですか。うん、MT ロあの漢字あの英語の M に T、はい、で工業難しいもの。MT 工業って何って思う？思います。何思う？MT 工業っていうのは、はい、MITCHY、はい、ミッチーの MT の略を取って MT 工業、はい、おーで、簡単に言ったらミッチー工業よ。すげえ。うわーい。お疲れ様です。まあそんな感じですね。視聴者の 9.8 割ぐらい多分気づいてましたね。こいつバカだなって。その残りの 2% ぐらいは、まあ、気づいてないです。でまあ、俺絶対多分絶対その名前でやるから、はい、ミッチー工業。いやでも俺ミッチー工業って言わんよ、 MT 工業って言うけど。もうあの本当の略はミッチー工業だから、 MITCHY で何あで今からあそこね、あそうですね、そうあの解雇になった問題の原因の場所に今日ちょうどクロス貼りに行って直しに行きますんで、はい、まあぜひね、まあ次の動画上がるか分からないか分からんけど、許可が降りたってことだね。まあ許可が降りたらね。そうですね。一応だってもうね、あのオープニングだからね、そうそう、先に撮っとかなきゃやったからね。これ以上なかったらダメだったとか。うん、これ以上なかったらダメだった。なんとも言えんだよ。まあそういうことだ。まあそんな感じでいいかな。はい。じゃあ今からちょっとね、はい、直しに行ってきますんで、また見てね。